5番です。2桁の自然数 M があると書いてありますので、10の位と1の位ですね。10の位と1の位があって、まあ、仮に10の位を A、1の位を B とすると、これを文字で表すと 10A プラスの B とかって表せるわけです。で、この元からある2桁の自然数のことを M と名前をつけますよ。 10の位の数字と1の位の数字を入れ替えた数を n とするですから、10の位が b で1の位が a。これを数で表すと、10b プラス a と表せますよ。これが n です、えー。これが苦手な人は、例えば32という数字があったら、30たす2というふうに表せるというのを文字式でやってみただけなので、ぜひ、えー、しっかり確認をして練習をしてほしいんですけど、さあ、この状態で、 えー、m プラス n がある数の2乗になると。そんな自然数 m のうち最も小さい数を求めなさいという問題です。ではやってみましょう。m プラスの n と書いてあるので、これを式で表したら10、10a プラス b たす、えー、10b プラスの a ということです。と、えー、いうことは、これ合わせると 11a プラスの 11b となりますから、 11括弧 A プラスの B というふうになりました。で、これがですね、えー、ある数の2乗になる。まず、ある数の2乗になるっていうのはどういうことかというと、えー、何かあ、例えば2の2乗、えー、3の2乗とかってすると、6の2乗になる。ある数の2乗になるんですね。つまり、 今ここにあるこの式が何かの2乗を何かの2乗をまあ3つ以上あってもいいので3つぐらい書いてきますけどこういう形になればいいということですそうするとまず11という数がありますからえもう1個11をかける必要がありますじゃないと11の2乗が作れませんねえさらにえまあ11の2乗で 良いかいや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 。えー、さらにですね、えー、ある数の2乗になるような自然数と、えー、いうことになりますので、え中、ー、1でいけますね。すいません、これでいけますね。えー、ということは見てください。A プラス B が11になりさえすればいいわけです。ね。A プラス B が11になる。それを考えてみましょう。11になるためには、例えば、 10の位が10で1の位が1だったらいいんですけど10の位が10というのは無理ですね。えー、1から9、まあ、0から9までしか数字は入りませんからじゃあ考えられるのは、えー、10の位が2で1の位が9の29あるいは38、47というふうにこう書いていけますけど最も小さい数というふうになっていますから一番小さいのこれですよね。 えー、ということなので、答えは29というふうになりました。